who have to spit blizzard. It's actually flick cigarette ash shit, bitch. Niggas harassment. 8 nickels I hash, delay quicken and dash to St. Nicholas pad to taste venison. Still in the business of smacking up little rappers. はい、こんにちは、ビッグボーイです。バトルフィールドハードラインの DLC の新モードかな、これは。バウンティーハンターというものをやっていきたいと思います。で、この追加武器の、MIA1、この武器アクセサリーとグリップしかつけれないんですが、まあ、もう全部ついてるので、これでやっていきます。で、バウンティーハンターっていうのは、COD でいう、キルコンファームドみたいなモードで、敵を倒してお金を回収するみたいな感じかな。で、この武器、スコープつけれないので、あんまり使いやすくはないです。で、バウンティーハンター結構いろんなところからリスポーンしてくるので、結構死ぬ回数が増えることになるんじゃないかな。大丈夫かな？頭の後ろに手をやれ。グレネード。リロードで今、拡張マガジンだから、ドラムマガジンみたいなことになってるかな。よし。回収。あ、ぬっ待ってた。まあね、コインをね、置いといて敵を誘い出すということもね、できるわけだ。アシスト。うわー、今度は右から来てる。あんまり開けたところにはね、出ない方がいいかな。で、先に400枚獲得した方のチームが勝ちと。さあ、可能な限り入り組んでるところに入っていこう。いたな。味方か。行っちゃったな。仲間がやられてる。リロード。あっ、目覚まんやった。でも復活がね、かなり早い。復活して本当にね、リスポンしてすぐそこに敵がいるってことがね、まあ、ここにもあるな。ザラなので、お前の救急キットだ。注意していこう。あっちの方にいる。うん、開けてんな、道は。よし。あんまりね、視点を動かしつつ戦闘をすると、スコープついてないので結構アイアンサイトがずれます。だからね、結構ね、この武器の扱いは難しい。で、こっちから。いた。よし。金ゲット。バンティ回収。リロード。なあ、うまいよ。湧いて、一瞬でリスポーンができるな。待って、来てる来てる、超来てる。グレネードの、どこにいるの？中にいた。脇の、ここはどこだ？誰かこっちで乗せてくれ。乗るもんなんてない。よし。上にもいる。味方がバウンティーを回収。さあ、バウンティーを回収せずね、とことん敵を倒していくっていう人もいるので。取らせない。ゲット。ゲット。ゲット。よし。リスポンがなんとかならんもんかな、この辺は。あ、当たんない。あ、こっち入ろう。ほら、ノー、まだいた。さあ、ちょっとね、8枚負けてるな。湧いて、面接スキルを自動ゲットしたな。うん、来てる。グレネード。味方。救急キットだ。
あー強い。どっから来た？後ろから来た？ウサ耳マスクみたいなDLC で。おちょっとこれはちょっと、なんてリスポーンだ。目の前で湧いたぞ。湧いて、さあまだ劣勢気味。いない。コインいただき。敵がいたぞ。住宅地に入っていこう。え、後ろか。うん、まだちょっとね、負けてるな。ん、あれ味方通れない。よし。うわ、コインはいただき。やめて。リロード。救急キット、こっちだ。敵超いるな。よし。コインをいただき。あっちに敵がいる。うん、無理だ。あんまりね、広いところで銃撃戦は繰り広げたくない。よし、いただき。あお、医療キッパック。建物内に敵がいるか。Sスキルゲット。いて、いて、うん、勝てない。弾はね、アタッチメントで増え増やすことができても、あんまり威力は高くないので、本当にこの武器はアタッチメントも集めないとあんまり使える武器にはなりません。敵がいたぞ今。後ろ？容疑者を発見。うん、左にいる。さあ3枚、これでね、チケットが半分近く。まだね、逆転のチャンスが。ほら、よし。容疑者を排除。うん、倒せない。リロードして、グレネードじゃ。あ、入ってきた。後ろから来そう。よし、動かなくても撃つ。わあ、ウサギ。ウサギじゃないな今のは。湧いて、さあとにかくね、キルも大事だけどね、コインもね大事だからね。よし、蘇生。味方のコインを回収。よし、この辺敵湧いてんじゃないのこれ。地雷があった。ロード。これ敵、コインくれ、コインくれ。リロード。こっちに敵はいない。あ、いた。よし、コイン、コイン、これもいただき。さあこちらから、あ、地雷があった。ん、あ、エリアかい。こっち、すぐに弾薬をくれ。建物に入って、まだ劣勢気味。コインゲット。そこにいる。さあスコープがない僕には厳しいぞこれは。これは
助けて。あーやめてー、エイム高速化、威力キットが出せない。威力キット、味方がコイン取りに降りてこないか。降りてこないな。ほーら、よし、中に入る。リロードして。あれ、誰か尋問された。こっちどうなってる。いやっ、やられた。ライフに。やばい、20枚ぐらい負けてるな。なんてとこからリスポーンしてくれよ。なんてところからリスポーン。湧いて燃えてる。近くに全然味方がいないよ、ここ。よし、いただき、回復、味方が湧いた。うん、なんか撃たれてんな。いた、味方がやったかな。待って、あっちに敵がいる。違う。あお、いた。どこにいた。さあ湧いて。さあね、もうね、今回は追加武器というわけでね、この武器を使っているわけですが、もうぜひ次回からぜひとも、もうカーライフルをね使っていきたいと。もうね、この武器をねアタッチメント解除するのにもかなりきつかったのでね。頭の後ろに手をやれ。ポン、ダメか。よし、よし、一人やった。腰ダメでもね、強い時は強いかもしれない。あ、今敵いたかな、もしかして。あ、上にいる。味方がバウンティー獲得。湧いて。さあ20枚負けてる。あ、何をしてるのかね。うわー、上にいる。湧いて。そこに容疑者がいる。たくさんいるよ、たくさんいるよ、めっちゃいるよ。の、バウンティーがね、獲得しに行けないな。あ、エリア外。これ真上にいるな。うわあ、倒せない。あ、終わっちゃった。はい、というわけで、ちょっと、負けてしまいましたが、新モードのバウンティーハンターと、あと、その追加武器、使ってみました。ちょっと使い、もうね、二度とね、この追加武器は使わないと思います。じゃあ次回からまたカーライフルで、別マップはやっていきたいと思います。じゃあ今回は、広い記録だけど、じゃあ今回はここまで。はい。ご視聴ありがとうございました。